ジョン・リッチの肖像ジョン・リッチは、イギリスの役者、演劇工業主。ハーレクインを、主人公とする、パントマイム劇を上演して自らハーレクイン役で、踊ったほか、バラット・オペラやバーレスクを上演した。中でも、ジョン・ゲイによる1728年の、ベガーズ・オペラの上演は、大ヒットした。リッチはまた、コベント・ガーデンの劇場を設立した。ジョン・リッチの父のクリストファーは、 劇場支配人であり、ロンドンのリンカーンズ・イン・フィールズに新しい劇場を建設していたが、開業前の1714年11月4日に没した。劇場の権利は、ジョンと弟のクリストファー・モージャーに遺産として残された。リンカーンズ・イン・フィールズの劇場は、同年12月18日に開業した。コケラオト氏は、ジョージ・ファーカーの母兵官だった。ライバルの劇場は、 ドルリー・レーンだった。政治的にドルリー・レーンはホイッ島より、リンカーンズ・イン・フィールズはトーリー島よりだった。1715年にはウィリアム・シェイクスピアのマクベスを上演した。これはリッチによる最初のシェイクスピアのリバイバル上演だった。1720年から翌年にかけてウィンザーの陽気な女房たち、尺には差しを、空騒ぎ、トロイラスとクレシダを上演している。 ハーレクインを演じるリッチ。1720年頃1716年に最初のパントマイム劇、ハーレクインエクスキューテッドを上演した。リッチ自身がランという芸名でハーレクインを演じた。当時のパントマイム劇はイタリアのコンメディアでラルテをイギリス風の舞台に本案したものだった。同年リッチはまたマリーサレおよびその兄のフランシスと契約を結んだ。これが 当時まだ9歳だったマリーサレのデビューである。リッチのパントマイム劇は最初は必ずしも成功したわけではなかったが、1723年に上演したユピテルとエウロパあるいはハーレクインの陰謀は最初の歌入りパントマイムで歌が劇の内容に密接に関わっている点で新機軸を出した。同年末に上演したネクロマンサー。 あるいはハーレクインフォースタス博士では歌手を3人に増やし大ヒットした。ネクロマンサーの成功によってリンカーンズ・イン・フィールズ劇場の大勢は大幅に良好になった。1728年1月29日にはジョン・ゲイダー・イホンのバラット・オペラ・ベガーズ・オペラを初演し、6月19日まで62回の上演を数える大ヒットになった。 ジョン・ゲイのバラット・オペラ第2作、ポリーは、上演禁止になったが、第3作、アキレスを、リッチは1733年に上演し、19回、上演された。ベガーズ・オペラはその後も人気が衰えず、1759年から翌年にかけて、リッチの生前最後の上演が行われた時も53回の、上演を数えた。 ベガーズ・オペラの成功によって大金持ちになったリッチはコベントガーデンに新しい劇場を建設した。コベントガーデン劇場は1732年12月にオープンした。コケラ落としはウィリアム・コングリーブ世の習いだった。1737年にロバート・ウォルポールは演劇の台本を事前に検閲する事前許可製法を通過させたが、 同時に演劇工業の独占権をコベントガーデンとドルリー、レーンに与えた。この機会にリッチはヘンリー・ケリー大本、ジョン・ランペの音楽によるバーレスク・オペラ、ボントリーの流を上演し、ベガーズ・オペラを超える69回の上演を数えた。ベガーズ・オペラの成功は、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルのオペラを上演していた王室音楽アカデミーが1728年に、 倒産することになった直接の原因であった。しかしヘンデルはジョン・ゲートもリッチとも良好な関係にあった。リッチは1725年にヘンデルのロデリンダのスコアを予約購入しており、その後もしばしばヘンデルのオペラのスコアの購入者となった。また1731年にはリンカーンズ・イン・フィールズ劇場の事前演奏会でヘンデルのエイシスとガラテアを 初めて公開上演した。1734年にヘンデルとヘイマーケット国王劇場との契約が切れ、国王劇場がヘンデルのライバルの貴族オペラに貸し出されるようになると、ヘンデルはリッチのコベントガーデン劇場を借りて、1737年まで3年にわたってオペラやオラトリオを上演した。ヘンデルはリッチ一座のマリーサレのバレエを使うことができ、 バレエを組み込んだ新しいオペラ、アリオダンテやアルチーナを初演して成功したほか、再演においてもバレエを追加した。また、1736年には、昭華、アレクサンダーの共演を上演し、これも成功を収めた。ヘンデルは1743年以降オペラをやめてオラトリオに集中するが、これらも大部分はコベントガーデンで初演された。1752年に、 舞台役者から引退した。リッチは生涯に3回結婚した。1717 17年にヘンリエッタと結婚したが、1725年に没した。二人目の妻のエイミーは多くの子を成したが、1737年に没した。1744年に三人目の妻のプリシラと結婚した。エイミーとの間に生まれたシャーロットは1759年に、 デノール歌手のジョン・ビアードと結婚した。リッチが1761年に没すると、ビアードが後を継いで、コベントガーデンの支配人になった。ありがとうございます。